如来世に放出したもいえば、ただ弥陀の本願会を説かんとなりと。ナマンダこんにちは。本日は五島山西徳寺様の永代行法要の講演でございます。初めてですね、こうして、西徳寺様お取り次ぎを務めさせていただくことになりました。いつもですね、そちら側でその行事であったりですね、いろんなご縁でお参りさせていただくことはあるんですけども、こうしてこの場に立たせていただくというのは不思議な遊びだなと思います。紹介いたしますと、はるばるですね、そこの線を越えまして御立橋をはるばる越えてですね、車で約3分ですね日頃から切り替える間もなくですね、この西徳寺のお御堂についてしまいましたが、すぐ近くの目と鼻の先の円徳寺の住職、栗山京信でございます。よろしくお願いいたします。あんまりこう近すぎるのもですね、やりにくいですねやりにくいですね、本当。でも、こうして不思議なご縁が整いまして、今日は50分ほどの3時までのご縁をいただきまして、永代行法要の神田様のお慈悲を味わう、ひとときをご一緒させていただくことであります。お弔問はですね、お楽しみでありますので、緊張するのはもう私だけで十分ですので皆さんはゆたっとですね、楽しみながら聞いていただければなと思います。でこの永代行法要というのは、書かなくても皆さんですね、あっちにありますけど、ちょっと書いてみますと、ね、こう書きますね、永代行法要。うちの御門徒さんがですね、昔永代行ってどんなお経ですかってですね、聞かれたことがあります。皆さんも思われたことないですか？ないですか？般若心経とかですね、法華経と同じように、この永代行っていうお経があるのかなってですね、こう思っておりました。でもこれは、お経の名前ではなくて、私はこうやってですね、教えていただきました。読むとかですね、ここに。読むを入れたら分かりやすいですよとですね、教えていただきました。永代独経ですね、永代にわたってこのお経を読んでいく、そしてその教えをいただいていくのがこの永代経の営みですよ、こうやってですね、教えていただきました。浄土真宗は特に僧侶だけがお経を読むんじゃないんですね。皆さんで一緒にお務めをします。今日も皆さんご一緒に正真行ですね、お務めいたしましたけど、これは一人一人がこのお経様を我がこととしていただいていくんですよ。2500年前からお釈迦様がですね、仏法を説いてくださったそのお言葉を書き記したのがお経であります。でそのお経を脈々と先輩方が我がこととして
いただいてきた、まあ、斉藤理事さんもその一年一年の選抜型のそのリレーがありまして強行して斉藤理事さんまで永代医療法要が務まっているわけであります。でこのお経ですけれども何でもいいわけじゃないんですね。お経といってもそれはあのお釈迦様のお言葉ですから全て大切な仏語でありますから全部大切なお経ですけれどもこの浄土真宗では法然上人そして親鸞聖人が定めてくださった諸会の経典というものがございます。皆さん赤い宣伝はお持ちでないかもしれませんが後で見てください。あの最初のところにですね経章とございまして経典と書いてあります。でそこにですね浄土三部経とこう書いてあるんですね。浄土三部経仏説無量寿経仏説観無量寿経そして仏説阿弥陀経というこの3つのですね経典を拾いどころとして見教えをいただいているのがこの浄土真宗のお経のいただき方であります。であのその中でも特にですねちょっと硬いですね最初すいませんが最初はちょっと説明が多くなりますが一番中心となる経は仏説無量寿経大経と言われます。大経というのは膨大な仏語が書かれてあるお経であります。あの仏説無量寿経を読まれたこと皆さんありますかね。意外と身近なんですよ。あの三仏偈十聖偈これはですねこのたくさんの仏様のお言葉の仏説無量寿経の中の一つの歌なんですね。十聖偈も三仏偈も高原にいじむとラーボン調整がひしむ情がこれはこの仏説無量寿経の中の一つの歌をとってですね日常をホストにしているわけです。それでですねこの仏というのはどなたのことかと言いますとですね、これは お釈迦様のことです。お釈迦様が説かれた、そして何が説かれてあるかというと、無量寿とこうあります。無量寿とは、今日もお勤めいたしました、正真偈の中の最初奇妙無量寿明来南無風化四義子意訳下の段を見ますとですね光と命極みなし阿弥陀仏を拝まなんとあります。この無量寿というのはいつでもどこでもどんな時でもこの私を導いてそして抱いてくださってある無量寿仏これは阿弥陀様のことであります。この仏説無量寿経というこの経題の中にですね大切なことがもう書かれてあるんですね。2500年前にお釈迦様がこのようにお出ましくださって説かれた阿弥陀様も救いの教えが説かれた教団です、ね、で今日最初に緊張しながらですが御三代というのをあげました。正真偈の肉をですねあげました。妙来正意高出世唯説見だ本願会
お釈迦様がこの世にお出ましくださった本当のお心はただ一つ、阿弥陀様の本願を説くためでありましたというのが、この正真偈のお言葉であります。お釈迦様は大無量寿経をお説きになられて、何を皆さんにお経を通して伝えられたかというと、阿弥陀様の願い、大いなる願いをお説きくださったんですね。それを本願会と言います。海と書いてですね、広大な全てを受け入れていく、受け止めていくお慈悲のお心で願いを起こされた。その願いをですね、聞いていくのがこの浄土真宗の読経の意味であります、ね、願いを聞いていくんです。どなたの願いかというと、阿弥陀様の願い、私たち一人一人にかけられた願いを聞いていく、あのご褒美なんですね。私の願いを聞いてもらう場所じゃないんですね。私は小さい頃ですね、お寺の長男に生まれまして、お経は覚えんでも耳に入ってきましたけどね、好きやったかというと好きじゃなかったですね。お勤めするのちょうど面白いテレビがありおる頃にですね、はいお参りをしてていやいや座っておりました。なまんだなまんだ、はい、終わったらパッと行ってですね、またテレビ見てましたけど、それでもですね、年に何回かは自分から真面目に座る日があったんですね。それはいつかというと、テストの前の日運動会の前の日なまんだなまんだあの調整があってですね、子供ながらにお利口さんにお勤めしたら自分の願いが叶うんじゃないかなと思いながら、皆さんもそういう経験ないですよね。情の上ではね、なんかこういう言葉を思いながらお勤めすることがありました。そうじゃないんですね。この場は願いを、私にかけられた願いを聞いていく場であります。あの、私には子供がおりまして、3人おります。一番上が男の子でですね、で2番目も男の子でですね、で3番目こそと思いましたけど、男の子は3人作ってきました。今7歳と5歳と3歳なんですね。まあもう分かると思いますが、あの家の中はですね、もうしっちゃかめっちゃかで、もう新聞紙を丸めてはちゃんばらしてですね、丸めてはチャンバラして、新聞紙が足りないぐらいですね、あのチャンバラごっこしておりますけど、この、まあ、3人がですね、まあ、今それこそ斎藤寺様の幼稚園一番下も入りましたので、もう平日はですね、あの平和が訪れまして、もうやっぱりゆったりとですね、あのお客さんも来られますし、あのご法事、揚げ法事とかもできるんです。その代わり 今頃幼稚園で騒がしくしてると思いますが、土日はですね、もうドタバタドタバタドタバタ、この揚げ法事しとる間もですね、場所とか聞こえてくるんですね。静かにしとけと言うんですけど、なかなか聞きません。なので、まあ、最後の手段がですね、何か来たらおやつなんですね。おやつをあげるから、お利口さんにしときなさいって言ったらピタッと止まるんですね。まあ、それも3人いますから、ちゃんとこう3等分線とまた喧嘩が始まるんですね。3人分分けて静かにしとけよって言ってから、したらピタッと止まります。やっぱおやつが大好きなんですね。おやつがあったら何でも言うこと聞くまあ今だけかもしれませんが、であの子供はですね、おそらく母ちゃんのご飯よりも、三度の飯よりも、おやつが食べたいという思いを持っとるんです。好きなだけおやつが食べたら、どんだけ幸せかなって思っとるんですね。
サンドの母ちゃんのご飯よりおやつが食べたい。これはですね、あの子供の願いなんですね。子供の願い。でもこの子供の願いとは別に親の願いというのがあるんですね。親の願い、それは子供が願うよりも前から大きな願いがこの息子たちにはかけられてきたんですね。生まれる前から元気な子に育ってほしい、健やかに育ってほしい、また思いやりのある子に育ってほしい、そうやってその願いの中に子供たちは育ってきてあるんですね。知ろうが知るまいや、おそらく知りません。知らないけれども間違いなくその願いの中で、ああでもないこうでもない、おやつ食べれなかったと願いが叶ったり叶わなかったり泣きながら、でもその大きな願いの中でですね、間違いなく今育まれているわけであります。でこの私たちもそうなんですね。その大きな願いの中に育まれてきたんですね。阿弥陀様の本願、大きな願いの中で、あなたは我が命だよ、どうかこの人生を手を合わせてお念仏を申しながら仏道として歩んでくれよという願いの中に、今日の皆さんのこの場があるわけですね。親鸞聖人が歎異抄の五条にですね、お書きくださいました。親鸞聖人の常の仰せであったと言われてありますが、弥陀五方周囲の願をよくよく案ずれば、ひとえに親鸞一人がためなりけり、されば、それほどの業を持ちけるみにて、ありけりを、助けんとおぼしにしかちける、本願の片付けなされ、ですね。この私が、お念仏申し、この浄土への仏道を、歩めるようになったのは、阿弥陀様の昔からの、この願いをかけられた身であったから、私に今、何万だ何万だお念仏が出てくるではないかとですね、喜ばれたのがあの歎異抄の言葉なんですね。ですから願いを聞いてもらうのではなくて、すでに願われた身であったことを聞かせていただく温かいご褒美がこの浄土真宗のご褒美であります。この本願のことをですね、別の言い方をすると、仏願とも、仏様の願いとも言いますし、あとですね、よく使う言葉で、こう言いますね。悲願。悲願。悲願は結構日常的に、使いませんですけど、聞くことがありますね。どういう時に聞くかというと、4年に一度ですね、オリンピックが来ますけども、その時によく聞きますね、この悲願ということは。この前、東京オリンピックがありまして、北京オリンピックだったんですね。その前はどこやったか覚えてますか？平昌オリンピックというんです。私も今調べてきたからですね、覚えてますけども、言われてみればそうかなと思うかもしれませんが、このピョンチャンオリンピックの時にですね、すごくこうドラマチックな金メダルを取られた日本の選手がおられたんですね。フィギュア、知ってますか？北京では残念ながらですね、金メダルを逃しましたが、羽生結弦選手がですね、直前で怪我をされて、もう滑れるかどうかってやっとのところでジャンプまで決めて、あの時は初の金メダルの連覇だったそうでありますが、着地も決めて金メダルを取った時に、解説の方が、実況の方が、怪我に耐えてプレッシャーに耐えて見事悲願の金メダルを獲得しましたしてですね、
こう放送されましたし、新聞にもこの字が出てきたんですね。でその時に私が思ったのは、それまで全然気に留めてなかったんですけれども、なんでどうしても成し遂げたい願いのことをですね、悲しい願いと書くのかなとか思ったんですね。なんでだろうと思っておりましたら、そうじゃないかな、これは悲しい願いじゃなくて、もともと仏教用語でですね、慈悲の願いなんですね。慈悲のお心から起こされた願いのことを悲願というんですね。なのでこのもともと悲願という願いは仏様しか起こせないんですね。迷うものを見抜いて必ず救わざるを得ない、必ず救ってみせるぞと、そのお心から起こされた願いがこの悲願というお言葉なんですね。なのでこの言葉がどうしても成し遂げたいことという意味で今、一般的に使われるようになりました。でこの慈悲というですねお心ですが、皆さんどういう思いでこの慈悲という言葉をですね感じておられるでしょうか。大変優しいお心なのかな、救ってやろうというその同情といいますかね、そういうお心なのかな。私もですね、そのぐらいに思ってましたけども、慈悲というのは私が教えていただきましたのは痛みの共感なんだと教えていただきました。痛みの共感、皆さんこういうとこ危ないですね。足の小指をですね机の角とかで打ったことありますか？必ず1回か2回ですねあると思います。打ったらもう声が出るですねぐらい痛いですけど、他人が机の角で打っとっても何度もですね痛くも痒くもない、気の毒にぐらいのことであります。一緒に痛がっとったらですね大抵大丈夫やろかって思うことですけれども、痛みの共感というのは、例えばこの左手にですね鋭いナイフが刺さるとします。そしたら思わず右手が痛いと思って左手をかばう、これが痛みの共感、慈悲という心なんだそうです。どういうことかというと、傷つくもの、痛むもの、涙しているものと同じ痛みを感じ、同じ涙を流してそのものを抱かずには折れない、救わずには折れないというお心をですね慈悲というんだそうです。ですから浄土真宗のご本尊は立っています。お立ち姿です。これはお願いしたから立たれたんじゃなくて、立たざるを得なかった姿なんですね。あなたの涙を共に流してくださってあるその慈悲の心が、このお立ち姿の阿弥陀様のお姿であります。でこのお姿、それが慈悲の心がですね声になったのが、私たちの口に届く何万だ何万だ、あなたは我が命だよ、あなたは我が子だよと、お私に響いてくるこの声は、この悲願成就の仏様がですね必ず救うぞ、それを果たしてくださる仏様のお慈悲が響いているのがこのお念仏であります。この、慈悲というとてつもないお心でありますけど、痛みの共感と簡単に言ってもですね、人間同士できるんでしょうかね。人間同士、親子であったり、家族であったりですね、おりますけど、今うちにはですね94になる祖母が家で元気にしてくれています。それでも今まではパパパパ歩いとったんですね、境内を。
その最近は90超えてからは、部屋の中での杖をつくようになりましてですね、やっぱり正座もできませんし、ペタペタとこう言う機会が増えましてね、ペタペタとこう立ち上がるときとか、座り直すときとかですね、でその時に私、大丈夫ってこう、一応声をかけるんですね、大丈夫。でも心の中ではどう思ってるか、もう年明けは仕方ないよと思ってあるんです。思ってるんです。大丈夫って言いながら、優しい言葉、その外見に対して人に分かるだけでも優しい言葉しかかけれないんですね。心の中にある痛みというのはなおのこと分からんですね。もしかしたら分かったつもりになって、逆に傷つく言葉をかけてあるかもしれない。この阿弥陀様の痛みの共感という大いなるお心を知らせていただくときに入ってですね、私たちの末通らないこの慈悲といいますかね、心の通い合いの難しいことをこう思います。で金子みすずさんがですね、残してくださった歌に寂しい時にっていう歌がありましてね、でこの歌は本当その私たちの人間同士の心の、限界と、そしてそれが故に据え通った阿弥陀様のお慈悲のありがたさをですね、歌われてあります。どんな歌かと言いますとですね、私が寂しい時によその人は知らないの、私が寂しい時にお友達は笑うの、私が寂しい時にお母さんは優しいの、私が寂しい時に仏様は寂しいのですね、いう歌であります。仏様はこの私の涙を見抜かれ、共に泣いてくださる仏様ですね。私たちに届くこのお念仏は、その涙を知り抜いて、その命を抱いてくださっている声なんですね。ですので、私たちは嬉しいにつけ、悲しいにつけ、何なんだ、何なんだ、何なんだ、あ、ここに見ておる、知っておる、仏様がおられるんだなということを聞かせていただくんですね。この慈悲の話をするときに、いつもですね、思い出す話がありまして、人間同士のこの心のすれ違いと同時に同じ涙を流してくださる方がおるというありがたさをですね、教えていただいた話があります。皆さん、この斉藤さんもそうですけど、遠徳寺もそうですが、クラテソといいましてですね、36カ寺浄土真宗のお寺が組織されてあるんですけども、このクラテソの行事でですね、2年に1回子供たちを募りまして、京都の西本願寺御本山にお参りに行く行事があるんです。最近はもうコロナで3年間できてませんが、この児童念仏法師がですね、若い僧侶が引率していくんですね、子どもたちを。で本願寺でお参りして、そして、お話を聞いて、そして広い境内を お御堂を掃除するんですね。で最後に、子どもたちは市内観光をしたり、最後は USJ に最近は行っておりますとね。でその時に必ず、行くのはですね、清水寺なんですね。清水寺は皆さん行かれたことありますかね。ありますかね。駅にも近いですし、京都駅にも近いですし、盛りたくさんお土産屋さんがありますからですね、もう最後京都帰るからもうお土産ここで買っておきよって言ってですね、清水寺に行くんです。
でその清水寺にですね、あの胎内巡りって皆さんご存知ですかね。まあ、このお母さんの胎内と書いて胎内巡りなんですが、胎内巡りというあの宗教体験のできる場所があるんです、清水寺は。もう入って結構すぐなので、あの舞台にすぐ目が行ってですね、気づかんうちに通り過ぎてしまうことが多いんですけども、胎内巡りというものがあります。でどういうものかと言いますと、もう本当にあの仕組みは簡単でですね、地上から階段を降りて地下を通って、そしてまた地上に上がってくる、これだけのものなんです。でこれはまた別料金なんですねですけど、でその時子供たちがですね、私は女の子班を担当してまして、6年生から3年生までいました。7人ぐらいですかね。ここに入りたいって言うんですね。怖いもの見たでしょうね。肝試しのように思ったんでしょうけど、入りたいってですね、私、自腹を出してですね、もう入ったんです、ね。人数でですね。私もちょっと興味本位で入りましたけどですね、この胎内巡りですね、あの下手なお化け屋敷よりも怖いんですね入られた方ならわかると思いますけれども、あの階段を降りて10秒ぐらい、もう10秒経たないうちにですね、もう真っ暗になるんです。真っ暗って言ったら、もう目を開けても閉じても同じ景色、こうやって試しにこうしたんです。私自分の手の影も見えですね。だからもうどこまでが自分の体で、どこまでが外たちな、こんな変なですね、あの自分で恐怖をこう迫ってくるような思いがしました。私が先頭に行ってまして、後ろ子供たちが疲れとるわけであります。早く前行って、早く前行ってって言われるんです。怖い。でも怖いんですね。なんていうか、前に何かあったらどうしようと思ったら前に進めないんですね。でも手探りでこうしながら、かろうじてこの左側にですね、この地図の大きいようなロープがあるんですね。これがあるからやったと行けるわけです。でこう行きながら、途中でもう後ろの方でもう小学低学年の女の子のちょっと泣き声から聞こえてきてですねこれ早く行かんといかんと思いながら、お金払ったのにですね、この散々な目にあったんです。大人も怖いですから、横だったと思います。一回入ると、2回目は大したことないかもしれませんが、1回最初調べて入ったらですね、ちょっと本当自分の心がどんどんこう追い詰められていくような気がしましたね。で、あのこの胎内巡りをですね、新聞記事にされようとした記者さんがおられまして、その記者さんはこの参拝客、観光客の方が階段上がってくる出口のところで待ち構えて、感想を聞いてそれを記事にしようとされたんですね。で待ち構えていますと、まあ、私たちみたいに、ああってこう出てきた観光客の方に、どうでしたかと聞いたら、もうこんな暗闇見えないというのが怖いとは知りませんでしたと言われたり、またはあの明かりがあるというのがね、あのこんなに安心できることなんだなというのをあの知りましたという感想が聞けたそうであります。でそうこうしてたら、次の方が上がってきまして、でその上がってきたお二人やったんですね。で見たら、おじいちゃんとおばあちゃんやったんですね。老夫婦が上がってこられた。あ、そしたらあのおじいちゃんとおばあちゃんにも聞こうと思って近づいていきましたら、そのおじいちゃんの方がですね、泣いとったそうなんですね。あら、おじいちゃん怖かったんかなと思って近づいて、どうでしたかと声をかけたときに、その記者さんはあることに気づかれたんですね。それは何やったかというと、このおばあちゃんの方がですね、もともと目の見えないおばあちゃんやったんですね。もともと目の見えないおばあちゃんと一緒に上がってこられた。そのおじいちゃんは泣きながらですね、おばあちゃんに、すまんかったの、と泣いて謝っとったそうなんですね。わしは今まで
あんたのことを分かったつもりでおったけれども、何も分かってなかった。あんたの苦しみを何も分かってなかった。つまんかったのってですね、泣いて謝ったそうであります。で、それを聞いて、おばあちゃんはですね、まだ泣きながらではありますけどね、いいんです、いいんです、ありがとう、ありがとうって言ってですね、今度は おじいちゃんにお礼を言われておった。そういう話をですね、聞かせていただきました。おそらくですね、このおじいちゃんは、誰よりもこのおばあちゃんに寄り添ってきたはずであります。誰よりもこのおばあちゃんのことを思いながら、周りのことをお世話しながら生きてきたはずでありますけど、この胎内巡りというご縁、おばあちゃんの見ている苦しみといいますか、悲しみの痛みに触れたときにですね、すまんかったの、すまんかったのって涙を流されたんですね。で、このおじいちゃんの涙でおばあちゃんが目がね、見えるようになるわけではないんですけども、おばあちゃんは嬉しかったと思いますね。救われたと思います。この慈悲というのはですね、この私たち、子供はすぐ泣けますね。悲しかったり腹が立ったらすぐ泣けますけど、泣きたいのは子供だけではないんですね。むしろ言葉にならないものをみんな持ってある。その涙をしてくださっちゃう方が多いっていうのは、どんなに温かい世界かなと思います。涙様はですね、その涙をご存知なんですね。私たちの涙を。そしてその涙をご存知だからこそですね、寄り添うだけじゃないんです。その悲しみを超えていく仏道を用意したぞ。この悲しみを超えていく道を共に歩んでいこうと、お浄土まで一緒に歩んでいこうという呼び声が、何万だ何万だ、痛みの教化、そして悲願成就のお浄土までご一緒してくださる仏様が、何万だという声の仏様なんですね。親鸞聖人が出会われた阿弥陀様、この阿弥陀様はですね、恋しくば南無阿弥陀仏を戸の上し、我の六時のうちにこそすね、お念仏のその日、あ、そうやった、阿弥陀様が一緒やったってですね、お慈悲の六時の家に過ごさせていただいたとか、こうやって喜ばれてやれたんですね。うちの子供の話に戻りますけどね、3人おりまして、長男が今もう小学校2年に上がりましたが、長男が斎藤家幼稚園に入園してしばらくしてからですね、うちは栗山家といいますか、栗山生ですが、栗山家のお友人のですねお勤めが変わったんですね。斎藤家幼稚園で習ってきた歌を息子に習いましてね、それを大人も一緒に歌うようになりました。それは仏の子というですね、歌でありまして。どんな歌かと言いますと、我らは仏の子供なり、聞いたことありますかね。嬉しい時も悲しい時も、御世屋の袖にすがりな、というですね、歌です。これを子供に教えてもらいましてですね、大人も子供も一緒にこの歌を歌うんです。大人は大人の苦しみや涙を抱えてよ、子供は子供の涙を抱えてよ、その一人一人に阿弥陀様が、あなたは我が命だよ、あなたは我が子だよと寄り添ってくださる、ある歌ですね。で、この、もうあとちょっとであれですけれども、
このお自身の中で暮らしていけるというありがたさをですね、暮らしていただいた、これは山口のですね、川山に深川林雄和尚という和尚様がおられました。もう往生されましたけれども、この和尚様がですね話してくださった、お話なんですね。これはおそらくその西念寺さんというんですね、深川林雄和尚のご自望、その西念寺さんのご門徒さんの話だと思うんですけどね、こんな話をお聞きしました。嫁いだ娘がね、ってこういうですね、嫁いだ娘が実家に帰ってきたというんですね。そしたらお父さんが、お、今日はどうしたかってですね、娘に言うんですね。そしたら娘は、ちょっと近くに用事があったけね、って寄ってみたいなって言うんです。あ、そうかって。だからお父さんは、今日ちょうど弟たちも帰ってきておけ、一緒にご飯食べて帰るかって言うてですね、あ、そうなんです。みんなおるんやから呼ばれて帰ろうかねってですね、この娘さんは久しぶりに一緒に夕飯を食べたそうなんですね。でその時に、まあ久しぶりですからね、食卓を囲んで、まあいろんな昔話をしたんでしょうね。昔話に花が咲きまして、あっという間にですね、時間が過ぎていったそうであります。ああ、もうこんな時間が来てお父さんがいましてね、もうそろそろじゃあお開きにしようかねと言った時に、この娘さんが下を見て一人で泣いておったそうなんですね。お和尚は言われるんですね、何があったかわからんが、嫁ぎ先で辛いことがあったのかもしれんが、この娘は何も言わずにただ一人ただただ泣くのであります、言われましてですね。でその後に魔女がこう言われました。なぜこの娘は嫁ぎ先では泣かずにわざわざ実家に帰って泣くんかのしてですね、こう言われるんですね。それは親というものが、親の慈悲というものがあるからこそ泣ける世界があるんだろうねってですね、言われまして、その娘さんの涙が親の慈悲に抱かれてある涙なんですね。この阿弥陀様のお慈悲の中で安心して泣いてきている世界があるんだよ。もう何ヶ月か前に円徳寺のですね掲示板をある言葉を書かせていただきました。どんな言葉やったかといいますとですね、嬉しい時に笑う、悲しい時に泣けるのは幸せだと書きました。嬉しい時に笑う、悲しい時に泣けるのは幸せだ。孤独であったならばですね、嬉しくても素直に笑えないんですよ。悲しくても素直に泣けない。幼子はですね、嬉しい時に素直に笑いますね。悲しい時、自然と泣きます。それはなぜかというと、親に泣かれてるんですね。その自分のことを知り通してくださっている方がいるからこそ、悲しい時に泣いて嬉しい時に笑える。その時の悲しい涙も嬉しい涙も全部安心の涙なんですね。親鸞聖人が今度いただかれていった阿弥陀様という仏様はですね、この私の涙に寄り添い、そしてその涙を知り抜いているからこそですね、この悲しみを
取れている一日を清してくださる末通ったお慈悲の仏様に抱かれてお浄土へと歩んでいただくお方たちが、私たちも嬉しみにつけ悲しみにつけ何万だ何万だお念仏を申しながらですね、見ておるぞ知っておるぞ、その阿弥陀様に抱かれながらこの人生をずっと歩ませていただくことであります。今日は永代経の1日目でありますから、お経を読むというのは願いを聞いていく営みながら、願う前から願われていた出会ったということを聞かせていただく、そしてまた次私たちがいただいていたように次の命にこの命教えが受け継がれていく、そういう喜びのつまみが永代経を講義であろうかと思います。本日は長めの日ということで3時まで話すつもりが緊張のあまりどっかが短くなってしまって2時50分に終わらせていただきますが、会話はですね、解読の公文書を読みます。ナマンダナマンダナマンダ商人一流の五感家の趣は新人の持って本とせられそう。そのゆえはもろもろの造業を投げ捨てて一心に乱に奇妙を据えば不可思議の眼力として文の偏り往生は事業せしめたも、その位を一年発起入少女始終とも釈し、その上の称名念仏か如来和が往生を定めたまいし、本法人の念仏と心できなり、あなたしこ、あなたしこ。Thank you.